アーセナルバードと弾道ミサイル基地を立て続けに失ったことでエルジアは反撃の手を失いつつある。我々オーシア軍はこの機会を逃さずエルジア首都ファーバンティを落とすべく攻勢を強める。長距離戦略打撃群も最終段階を迎えるということだ。我々はエルジア北部レイニー岬にあるエルジア空軍の基地へと進行し、これを奪取する。この基地を来るべきファーバンティ制圧作戦の前線基地とする計画だ。各隊は夜の闇に紛れながら基地南部の峡谷から侵入、峡谷内を飛行した後に基地を強襲する。なお峡谷上空には敵の監視網が張り巡らされているため制限高度を設定する。制限高度を超え敵監視網に発見されてしまうと作戦は失敗となる。注意しろ。また基地到達後は速やかに敵の防空戦力を排除し後続部隊の突入準備を整える。数分後には海兵隊員を満載したヘリ部隊が基地へと到着する手はずだ。基地ダッシュが本作戦の目標である。峡谷を抜けただけで気を抜くな。ストライダー隊、機体の準備が整った。パキシングを強化する。空中給油を開始する。夜間のため視界が不明瞭だ。
くれぐれも気をつけてくれ。球技まで1500メートル、速度が速い、減速しろ。トリガー、そのまま表を維持しろ。完璧だな、トリガー。給油を開始する。そのまま状態を維持しろ。ストライダー1、ウェイポイント1を通過。敵基地到着までの兵装の使用は禁止する。全機高度を下げろ。ここからは高度制限を行う。高度600メートル以下で飛行しろ。上出来だ、そのまま行こう。前方に固定式サーチライト、注意しろ。光を避けて飛べ、見つかるな。マジリスク1よりストライダー、こちらの ETA はそちらと差がない。奇襲とはいえそんなに早く LZ の確保できるのか。任せとけ。そっちこそその人数で大丈夫か。ああ、全員衣装は借りてきた。わーらいね。冗談が苦手でな。よし、アントラについていく。頼んだぞ。了解した。ストライダー1、ウェイポイント2を通過。谷がさらに狭くなる、気をつけろ。一体いつになったら最終作戦をやるんだ。いい加減俺は死んじまったぜ。これが最後の壁だ、カウント。基地を奪い、最終作戦の共闘歩とする。皆生き残れよ。バーバティでは全員が必要になる。ワイズマンがいなくても中隊長みたいなことを言うやつが何人も嫌がる。ストライダー隊のいいところは隊長が無口なところだ。速度に気をつけろ。ウェイポイント3を通過。基地が近づいた。これより無線を封鎖する。次におしゃべりができるのは基地上空だ。引き続き高度に気をつけろ。暗い場所があるが墜落するな。ウェイポイント4を通過。無線封鎖解除。基地まで残りわずか。もうおしまいか。子供用のジェットコースターみたいなもんだったな。空軍基地を主任、目標地点に到達した。攻撃開始。目を覚まさせてやれ。時間が経つほどこちらが不利になる。さっさと片付けよう。よし、袋叩きにするぞ。ミサイルを発射。敵です。攻撃です。敵はどこから侵入したんだ。ストライダーは目標を封鎖。
発射。敵を叩くなら早い方がいいことに変わりはない。こちらバディ
を侵入できれば。スパイダーワン、着陸地点の敵を片付けろ。敵爆撃機を撃墜。アリゴ飛んだ。攻撃する。スパイダーワン、目標を捕捉。Caution.
か。攻撃開始。目を覚まさせてやれ。時間が経つほどこちらが不利になる。さっさと片付けよう。よし、袋叩きにするぞ。少なくとも一気にリーダー機を確認した。メインの爪痕のやつだ。敵残り3機だ。
まだ向かってくるぞ。ロックオンされているぞ。スライダーは支援していた。敵の動員機が見えてるか。やつら用じゃない。しかも空の敵には手が届かねえ。支援を頼むぞ。敵攻撃は後で引き投げだ。アンブッシュだ。これで体勢を立てろぜ。ロングキャスター、近接航空支援を要請する。ストライダー隊、敵の増援だ。目の開いた頃は任務に向かってくれ。敵の数は小隊レベルだぞ。くっつるな。最後まで戦い抜け。撃墜確認。見事なもんだ。やったか。敵戦闘機全滅。航空優勢を確保したぞ。夜間の奇襲作戦であったが、見事な働きだった。大志や本土より潜水艦が到着し、補給も開始された。この基地を前線基地とし、ファーバンティ制圧作戦を開始する。ロングレンジ作戦の総仕上げだ。